採卵が壊れてしまう、はい、うん、らしい。切り口とかあんまりやらない方がいいと思いますよ。っていうか、多分その乾燥しないようなケースに入れて管理する。それが一番いいんじゃないかな。うん、卵を乾燥させないように。あとは何でか卵を管理してるかですよね。だからまあいろいろ、まあ私の場合はマットをある程度も加水させて、水分もちゃんとギュッて握って水が出ないぐらいにまあ加水させて、でまあ豆まきみたいにピュン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 穴開けてそこに入れて、うん、あとはちゃんとそれが、はい、マットをちゃんと被せて、揮発しないようなケース、あんまり網がないような、クリーンケースとかコバイシャッターとか、あんなやつに入れて、保管って感じすれば、大概はもう、孵化するぐらいまではね、別に水分調整しなくても、そこまで大丈夫です。だけど、まあ、そのケースがほら、昔ながらのほら、ほら、はい、よくあったじゃん、昔のほら、なんか、緑とか、青いケースって昔あったじゃない？ああ、ありますね、網が、網網みたいな。網網のやつ。あんなのはすごい乾くから、うん、ああいうのでやるときには、ちょっと注意が必要かもしれないですね。はい。だから、蓋との間に、新聞紙はでも水分を吸着してしまうから、なんかビニールシートを一枚噛ませるとかね、例えば。うんうん、まあ、要は、中をちょっと、保湿性を保つっていうような、やり方をしないと、できないのかなと思う。YouTube で見れたのはここまで。続きは Facebook グループ、月夜の記録園クワカブ広場で視聴ができます。クワカブ広場に会員登録すると、明治医師派のクワカブ飼育相談室のフルバージョンの視聴はもちろん、リアルタイムで志保さんに質問ができちゃいます。そしてさらにですね、クワカブを買ったり売ったりあげたり交換することもできちゃうんです。イエーイ。クワカブファンとしても交流ができますので、気になる方はぜひ覗いてみてください。月額640円です。詳しくは概要欄へ。